斉藤君。今密偵を一人四国屋の中へ行かせた。指示どもの会合を見つけたら合図をよこしてくる。ここが当たりか外れか。勤皇派の会合が池田屋の方だったら全員で向こうに走る羽目になる。ああ分かっている。ふん、さすがに落ち着いたものだな。随分爆発を踏んでいるらしい。ところで松原と何かあったか。どうしてそんなことを聞く。いや、松原がやけに君のことを私に聞きに来たので少し気になってな。なあ、一つ聞かせてくれるか。君はなぜ新選組に入隊してきた。そういうのは入隊する前に聞くもんだ。なるほど。これから入ってくるやつにはそうしよう。大した理由はない。他に行くところがなかっただけだ。そうかな。君ほどの腕があればどの藩の勤皇志士にも歓迎されるはずだ。勤皇だろうが幕府の犬だろうがどっちでも俺を高く買ってくれるところへ行くまでだ。なるほど。君の考えは簡潔でよい。その点では私と似ていると言えるな。ん？聞いているかもしれんが、私はもともと百姓の出だ。局長の近藤さんもな。そうだったのか。300年前の祖先が百姓だったというだけで、父も祖父も剣を持つことを許されなかった。私もガキの頃は一生百姓のまま終わるもんだと思っていた。だが黒船が来て以来全てが変わった。本物の脅威を目前にして本当に強いものが必要とされる時代になったんだ。力さえあれば百姓でも志を持つことが許される。志？近藤勇にはそれがあった。私はそれを支えるために剣を振るい新選組を鍛え続けている。幕府のためにか。いや、この国を守るためにだ。何？いずれ君にも話せる時が来るだろう。私はこれでも君を高く評価しているんだ。だが今はとにかく私のやり方についてきてほしいと思ってる。余計なことは考えず人を切れってことか。それが武士の本分ってもんじゃないのか。そういやそうだったな。密偵が戻ってきたな。副長、四国屋に不審はないようです。勤皇志士たちはいる気配もありません。とするとこっちは外れか。池田屋です。志士の会合は池田屋。聞いたな。全員池田屋だ。行くぞ。副将、池田屋の勤皇志士40名刀を取って抵抗しています。斉藤君、池田屋に入ったら吉田利丸と桂小五郎を探せ。雑魚は平太子に任せていい。斉藤君。
ソンが。長倉。斎藤か。油断したわ。が今日を焼こうとしている親玉ってわけか。長倉下がったら、こいつは俺が引き受けた。見事や斎藤、お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。
せやけど、まだ桂小五郎が残っとる。やつを捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。Shoot!
斉藤さん、カズラです。あんたはエロ、久しぶりだな、斉藤さん。新堀松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたが桂。そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の街を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武市さんだってそれを望んでるはずだ。武市？あんたなんでその名を。なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。武市さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ。どういうことなんだ、ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあこそぶの手は使うけど、そんなことはしない。むしろ斉藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を憂う熱き思い、分かってくれるよね。あ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。何やと。上等。Let's go.
カズラ、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで、もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。待て、カズラ。悪かったな、仕留められなくて。お前、みんなご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。ふん、さすが逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へへ、こん中にそいつが誰だろうな。
土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。何言っている平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろ君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを売ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どのみち裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類まれな剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。たまの百姓風情が生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ。お前が新選組に入った本当の目的は。源さん。局長と玉を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。よし、じゃそろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分褒美の取り分も増えるってもんやね。おお、そりゃそうだ。あんた頭いいね。ねえ武田さん、せっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ。面白い、やってみろよ。いつか泣いてんの。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっとわからんようにうまくやれ。
ちゅうことへ。